マイレージ TV をご覧の皆様、こんにちは。 NMB48 の白間みると、沖田彩香と須藤りりかです。9月14日に NMB48 のドキュメンタリー映画道頓堀を泣かせてくれが発売されます。この作品は NMB48 のことを知らない方でも分かっていただけるすごい分かりやすい作品になってます。はい、どうですか。はい、哲学者ニーチェの言葉から始まる斬新すぎる映画となっております。そしてこの映画はですね、あの映画では見せれなかったなんと3時間超えのオフショットも皆さんボリューム満点となっておりますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。